20メートルシャトルラン。スタートの線上に立ち、テスト開始を告げる5秒間のカウントダウンの後の電子音によりスタートします。一定の間隔で1音ずつ電子音が鳴ります。電子音が次になるまでに20メートル先の線に達し、または足が線を越えるか触れたらその場で向きを変えます。この動作を繰り返します。テスト終了時の折り返しの総回数を記録します。ただし2回続けてどちらかの足で線に触れることができなかったときは、最後に触れることができた折り返しの総回数を記録します。設定された速度を維持できなくなり、走るのをやめたとき、または2回続けてどちらかの足で線に触れることができなくなったときにテストを終了します。なお、電子音から遅れが1回の場合、次の電子音に間に合い、遅れを解消できればテストを継続することができます。Thank you.